ない。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。捨てを放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない。武士の誉れを傷つけることよ。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば。地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。針で痛手を与えられるやも。八の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの休日を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。
容赦もない。ぬかるなよ、カイドウから来るぞ。お任せを。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て
兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。士としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ、無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。手は誰だ。
爆弾。逃がしてやる。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。どうかお受け取りください。感謝してもしきれません。少し疲れた。
音がした。探そう。増えてると思わない？そりゃそうですよ。多くの神社が壊されてしまったんだから。稲荷様へお参りする人が増えてるってことか。うん、なるほどね。それよりも狐が前より近くに。刀鍛冶をお探しですか？お待たせしました。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀、どうか我らをお守りください。もう残ったの米が少しだけある。私が我慢すれば別に接触はあげる。ねえ、私たちまだたくさん残してる。ありがとう。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。あなたをお守りするためなら腕を振るいましょう。また来よう。あなた様のお役に立ててよかった。
よし、腕試しといくぞ。ふぬけばかりか。
Legium Hacinta, eh? And you, your sky! しかないのか。Ah!
殺して行くぞ。そのタッチ、お前が死んだって。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。名のある弓取りが戦に加わる。門に来ます。
내게 확신다. 魚がなければお前の落とすためにジフーベリー、ビーチパス死の期待方を教えろ。断れば首を切り落とす。おい、アルボ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。安心するな、行け。探していただけなのに。
で死ぬかと思いました。動けるな。生け捕りにする。今少しだけ辛抱してくれ。オンに来ます。入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村のクスシも神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。So,
Ready! しろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家におります。ありがとう。
侍か。よくも民を苦しめたな。猛虎の掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。もしこのまま猛虎が勝った、猛虎が来る前に船で逃げればよかった。いずれにせよ金がなくなった。